か、そうだな、生きていて、まあよく何だろう、可能性は無限大的なことが歌われたい気もしていますけど、まあそれはそうだと思うんだけど、なんか選んでしまったら、あんま別に何だ、違うものをまた途中で選ぶことができると思うんですけど、これっていう風に決めて選んでしまったら他のものは選べないというか、なんかたくさんの幸せを選ぶことはできないかなと思っていて、なんかまあいろんな生活を送ってる人、いろんな生き方をしてる人がいて、私も前はっていうかひねくれてたから、すごい自分持ってない幸せを持ってる人見るとなんか腹が立つというか、なんだよっていうか、どうせ私は女ですよみたいなと思ったりしてたんですけど、まあ今もちょっとしますけど、なんかまあそれはそれぞれが選んだことだから、うん、なんだろう、具体的な話をした方がいいのかな。なんか私は、うん、でもどうなんだろう、私なんか意外と21歳で割と見かけより若めとよく言われるんですけど、なんか大学私はなんか途中で辞めちゃって、まあ、それはまあいろいろ事情が事情っていうか、まあ自分の気持ちで辞めたんですけど、まあ、だから今も大学生見るとうわっていうかね、なんか楽しそうでいいなって思ったり、まあまあ、っていうなんかそういうひねくれた感情があったり、まあ、でも逆になんか友達にたまに会ったりすると、そのまあ同い年の友達に、なんか私はなんかやりたいことがあるってすごいねみたいな感じにまあ言われたりして、まあ確かにまあ多分そうなんだろうなと思って、なんか、ね、やりたいことが見つからないっていうのもなんか立派な悩みというか、よく言われる悩みっていうか、なんか何と言ったらいいかわかんないけど、なんか、ね、よく私もまあなんか音楽がなかったらっそうだったと思うし、だからやりたいことがあってすごいって思って、なんかね、楽しいキャンパスライフを送ってるだと思ってたけど、なんかそうなんだっていうか、そういう風に見えるんだって思って向こうから、私にはすごい幸せそう、楽しそう、友達がいっぱいいてパンケーキ食べに行って楽しそうみたいな風に思ってたんですけど、そうかと思って、だから全部は多分選べないんだなと思って、だから自分の選んだもので頑張っていくしかないし、絶対それは辛いことも楽しいことも両方あるし、何を選んでも多分自分が持ってないものを持ってる人は幸せそうに見えるけど、その人は自分が持ってるものを持っていなかったりで、まあ、何を選んでもそういうものは付きまとうんだなと思って、で自分は音楽が、まあ、やりたくて音楽をやることを選んでしまったから、まあ、その代わりに失ってしまったものもまあたくさん、まあ、あって、まあ、それを分かってそうするそうしたっていうか、そういうもんだと思うんですけど、仕事を1個仕事を、ね、就職して1個仕事に就いたら、なんか捨てなきゃいけないものとかも絶対あると思うし、いろんなところはそういう風に世の中できてるっていうか、そういうもんなんだろうなと思って、でもなんかそのまあ、なんか他の人が持ってるものを見ていいなとか羨ましいとか、なんかちょっと恨む感情とか憎しみまではいきませんけど、そういう気持ちも抱いてしまったりもするけど、自分が選んだものの中で素敵なものに出会えたら出会えていけたらいいなと思っていて、音楽をまあ選んで、すごいまあ
悲しい、その代わり悲しいこともいっぱいあったけど、なんか音楽をやらなかったら出会えなかった人とか場所とか、まあ、今日来てくださってる、まあ、自分のお客さんもそうだし、よるこさんを見に来てくださってるお客さんもそうだし、よるこさんもそうだし、まあ絶対それは自分が音楽を選んだことで、なんて言うんでしょう、選んだからゲットできた幸せの一つだと思っているので、そういうものに大事にしていきたいなと思って、あとは選んだからには文句を言わずに、そんな他の人がどうとか言わずに頑張っていかなくちゃいけないと、未熟ながらそういうふうに最近は思っています。これで最後のっていうのは、自分がそういうふうに音楽やってる中で出会った、音楽をやってなかったら出会えなかったすごい素敵な人たちとか、まあもちろん音楽それ自体がすごく好きだから、その音楽に出会えてよかったっていう気持ちを込めて、まあなんか他のものをたとえ失ったとしても、やっぱり音楽が好きで音楽に出会えてよかった、そういう気持ちがあるから、そういう気持ちで、これで最後の歌っていう歌は、音楽とかそういう出会えた人たちに、まあ、ありがとうっていう気持ちとか伝えたいなと思って書きました。ということで、これで最後の歌、まあもうあと2曲やりますけど、これで最後の歌という歌をやります。うん、そういう喜びを、もっと私は喜びを歌にしていきたいなと思って、本当の喜びを歌にしていきたいなと思います。わかります、これで最後の歌。
とうございます。最後一曲やって、ゆるこさんにバトンタッチをしようと思います。最後になんてねっていう、まあ、最近っていうかいつも最後にやってる曲で、さっきの歌もそうですけど、出会えてよかったと思う喜びの気持ちを込めて書いた歌です。なんかそういうものみんな出会えたらいいなと、まあ出会ってる人もたくさん多分今日来てくださってる方とか音楽が好きで来てくれたり、なんか音楽がすごい好きっていう気持ちもすごい大事というか素晴らしいというか尊いものだと思うし、そうじゃなくてもなんかそういう大事なものに出会えたらなんとか必死で生きていく毎日の中でせめてもの心の支えになるものがみんなと思って、自分の歌がもし誰かのそういうものになれたらすごく嬉しいなと思っています。じゃあ最後の次はゆるこさんよろしくお願いします。最後なんてねという曲になります。今日は本当にありがとうございました。なんか楽しくやるとか言って全然楽しくなくない話ばっかしちゃってごめんなさい。ゆるこさんは比較的楽しい私より私も楽しいまあすごい楽しい、私好きなんで、ゆるこさんが曲、歌、楽しみにしています。私も、ゆっくり楽しんでいきたいと思います。じゃあ最後に、なんてねという曲をやります。本当にありがとうございました。Bye.
ました。しげのゆきでした。ありがとうございました。